吉さん、スクールウォーズでしょスクールウォーズのリメイク版で映画になったねスクールウォーズ・ヒーローってやつがねなかなか良かったですよねまあそこにはその八坂の信号っていうのが出てきてまあ実はリアルな物語により近いのはそのリメイクの方だったんじゃないかなっていうふうに見たりもするんですよねまあそれでま YouTube の方ですけども、まあ、YouTube もね割り切ってこうなんですかね公式チャンネルっていうのが 次々出てきてき、まあ、違法アップロードがすごくやりにくくなったっていうかねそれまでは誰かが違法の動画とかアニメとかをねこう違法でアップロードしてでそのチャンネルがもういつの間にか突然消されたりとかしてね、うん、なんかこう視聴者としてもがっかりするしでそこでねなんかこう YouTube チャンネル作ってた人も収入がなくなったりとかねそんなことがあったと思いますなんか中には、ね、その違法アップロードした動画を やることによって収入を上げるみたいな動画コンテンツ売ってる人もいてなんかそれはいいのかなと思っちゃいましたけどもねも今となっては絶対許されないかなと思いますけどもまああのあれですよね公式が例えばバンダイがバンダイのアニメを自分の YouTube チャンネルでどんどん出してくるともうそういった違法アップロードが効かなくなっちゃいますよね。で実際そういういいいののがが今あ,あるみたいなんであのどん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 でどどどど正しいものが 悪いいいもののを駆逐していくのかなっていうとうころはありますけどね、まあ、でも逆にこの二次創作じゃないですけどもその本来の,その作品をこう切り張りしてすごく面白いねいわゆる昔でいうマットっていうのを作ったりとかするっていうのもあったりとかするんでねそれもねな,んかなくしたくない楽しみかなと思いますけども、まあ、今後ね著作品がどうなっていくのか。 まあ私はこの NFT ってものがね参加することによって組み込まれることによって著作権の線引きがものすごくはっきりするんではなかろうかと思いますけどねじゃあメインチャンネルに戻りましたんで今日はこっちからお送りしましたいってらっしゃい